露天掘り進んでるじゃん。あー、村人が繁殖しなくなりました。どうしたらいい？ゴーレムトラップから村人をら連れてくるね。あ、落ちちゃった。村人がやばいぞ。ラン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 、ルン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 、ルン楽しい。よし、追いかけよう。なにこれ。なにこれ。あいつに爆破された。いやあ、みんな久しぶり。これはモザイクですね。え、何があったかは前回の動画をご覧ください。概要欄に貼っておきます。露骨な宣伝。あ、レベルが狂ってた。それでは死にに行きます。わあ、宇宙空間が広がってる。スポーン地点ここか。毎度スポーン地点遠いんだよな。ネザー通るけど、せっかくだしワンワンをも一緒に帰ろう。やばくね。どうした？ホグリンにはめられた。これはもう、突っ込めあ、ワンワンをニトロッコ乗られた。君たちがその気なら受けてた塔じゃないか。よっしゃ、一匹落ちた。よっしゃ、2匹目落としたワンちゃん。これすべて倒せるかな。ってあれ、ワンワンおー、あいつはいいやつだったよ。あれー、ワイを殺したピグリン。うわ、ホグリンも。何このメンスタートロッコ。もう終わりかな。いや、まだいたわ。ダメだ、村人がうまく就職してくれない。じゃあ、この村の職業ブロックという、職業ブロックを壊してから、就職させよう。どうしたものか。どうしたの、ナウさん。なにこれ。いやいや、なにこれ。なにこれ。村の範囲外から追い出したい。ああ、なるほど。なんかバグりました。助けてください。ねえ、二人とも、村人ゾンビ三人いる。なんだって。今すぐ治療しよう。弱体化ポーションができたぞ。二人で引き連れているから今のうちに。はい、ポーション投げた。よしよし、全員弱体化してる。あとは金リンゴ食べさせて終わり。家の中入っていくけど大丈夫？家の中の方がゾンビ村人事故死しないし。なるほど。天候が雨でよかったね。金リンゴ準備間に合ってる？ちょっと待って、今インベントリ開いてる。よし、全員にリンゴ与えた。あとは治るのを待つだけだが。普通に落下死した。待って、これ治るまでずっと追いかけっこしなきゃいけないの？またバグりました。どうしたらいいの。タップしても何も起こらない。穴折ったわ。おお、治療した。村人は取引が割引されるんだ。そういうこと、そういうこと。あ、ゴーレムはいた。ほんとだ。っていうか、猫丸くん、モザイク卒業してるよ。だって僕が映るとモザイク入るんでしょ。あ、でもなんか謎の黄色い効果あるから、弱めのモザイクね。なんで？ゾンビ村人治療したはいいけど、この村人たちしっかり就職してくれない。どうする？あ、そうだ、天空トラップタワー作ろう。トラップタワーって、村人どうするの？丸石積んだから、下に水張っといてくれる？あ、はい。なんだ？おお、スケルトン2体？
村人が寝ているところにクモいるし怖えよ。うわゾンビも来てるじゃねえか。村人襲われそう。もし襲われたら直してあげる。でも一旦とりあえず着地用の水は設置しよう。うわなんか大集合してる。降りていい？今はちょっと降りない方がいいよ。ていうか村人しっかり襲われてるし。待ってろ今助けに行くからなー。いつまで天空にいればいい？落ち着くまでそこで大天空しといて。大丈夫そうだな。うわスケルトン2体いるの忘れてた。やっぱりスケさんは強いよな。でおいおい村人攻撃するなー。痛い。なんかガッピンもセットでついてきた。落ちるぞー。うわモンスターだらけじゃねえか。お前この野郎せっかくデビーブーム起こしたのに、お前が村人攻撃するとゾンビブームができるんだよ。迷惑防止条例を見直すことをむぬめするよ。湧き潰しが必要だな。よし片付いたね。はい。うわガチャピンガチャピンガチャピン。いろいろあったが、上に行く用の足場設置してくれる？ガッチンデイ。うわ、タッカ。一回降りてきてー。はーい。よし、それじゃあ丸石を大量に持っていこう。わぁ、こうして眺めるとこの村何にもないね。あるとしたら整地した努力くらいかな。ちなみに主に整地しているのは猫丸さんです。これも細工入ってる？入ってないよ。それじゃあ足場広げていくぞ。丸石補充してこなきゃ。マグロ。なんかできてる。ああ、上まで上がってくるのに水エレベーター使おうかなと思って。ちょっと手伝うね。あ、丸石切れちゃった。それ降りれる？また村人増えなくなったんだけど、多分ゴーレムからップが全然かもしれない。じゃあ様子見てくるね。行くぞ大福くん。行ってくるよアマゾンナイトくん。お仕事頑張ってねー。ゴーレムトラップまで着きました。ナウによれば、めっちゃ村人増殖し、絶賛実行中でしたわ。それ20人くらいいるからやばい。まだ増えてるし、拠点に村人増えない原因これじゃん。今から水飛び込みチャレンジしまーす。ルールは簡単。あそこの水に一発で飛び込みます。よっしゃ一発で決めた。ここでとある事態が起きてしまいました。トラップタワーを作ろうと試行錯誤しましたが、見事に失敗しました。そこで我々はどうするのか決めました。トラップタワーは将来的に作るとしてネザーに液を作ることにしました。そのために今素材を集めてます。まあせっかくだしこの不気味な木を使ってみようかな。っていうかこの木一本で1スタック以上取れてるのがすごい。どこに建築するの？ここの終点のところかな。な、お前誰だよ？あ、それ俺の別アカ。なにこれ？それ猫丸がやった。いつか侵略されるな。地球侵略せよ。というわけで完成しました。うわ、めっちゃエモい。うん、建築した自分でもびっくりしてる。ネザーの木を使って建築してみたけど、意外とそれっぽくなりました。それでは今回はこれで終わりにします。最後にスクショして終わりにしようかな。間違えて再起動をしちゃった。
高さが足りないな。戻るの面倒だしここから落ちよう。あ、あれ、鉄棒具しか残ってない。